俺はあれの89年ものを開けて威張った。それぐらいてめえにはうんざりしてたんだよ。俺は医者だ。バンピール専門のな。俺は彼女を治しに来た。まずはパンのところを持ち、口を大きく開けかぶりつきます。以上。いかがです？簡単でしょ。うん、お一緒にいると片桐の自由を奪っているみたいな。考えすぎて微妙に空回ってるのかな。いろよ、じゃんじゃん降ってくるぜ。当たりだよこいつ。君を見てると眩しくて変な気持ちになります。連れてってあげる。いえ、でも皆様にはご心配おかけして申し訳ありませんでした。助ける、絶対に助けるんだ。俺があの時ちゃんと助けてればあんなことにはならなかったのにな。